皆さんこんにちは、キスケです。ということで、本日はビースト使っていこうかなと思います。あのね、 PVP のピックアップに劇場版すべて入ってるんすよねそう、劇場版キャンペーンやから、その劇場版キャラクターを強く使ってねっていうことだと思うんですけど、まあ、そこにビーストがあるんで、さすがに戦えるんじゃないかなって思います。だから孫一族パーティーでちょっと使っていこうかなと思います。でしかも龍拳悟空3も入ってるんで、まあ悪くないんじゃないかなって感じですね。ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。お願いします。まあこんな感じかな。はい、お願いします。海外勢っぽいね。グッドパーティー3700とんでもねえな。さあ、まあ色は一緒っすね。あとはパワーパワーがどうなるかってところなんだよな。はい、いくぞ。よいしょー。悪くない。はい、死んでまうで。はい、さあユニークゲージを試させてもらいます射撃アーツが多いです。最高です。来ないか。そのままもうぶっ倒しちゃったらよかったんじゃない今のマジで。シュー。はい、このまま倒せそうやね。いやー楽めちゃくちゃありがたい、助かる。はい、あー最悪や。いや、フリ属性向こうがね、いい味出してるね。ツラタンです。でしかもこれ特殊カバチェンでさ、どっかやってもさ、必殺アースカウンターで食らっちゃうんだよな。マジしんどくねそれ。入る、そこだ。なるほど。はい。あー。あー。あかんか。マジかい。あかんか。よし。とりあえず。OK。射撃圧は一応あるけどね。どりゃー、手札ないだろう手札破棄しとるからな、こっちは。どないなもんじゃい。打撃圧しかない。いや、泣かしたくっそくっそ。まあそう来ないっすよね、そりゃ。いででででででで痛すぎる。マジ強い。これは失敗です。ナイス。さあどうする。 OK、 もう即発でいいわこれ。あーでもライジングか、こうなっちゃうと。うん、そうだよな。とりあえずバニシング奪ってちょちょいのちょいでいったろうかなと思ったけど、まあでも2対1なんで、しかもライジングも残ってるでしょ。これも即射撃圧。あ、でもメイン残ってんのか。めんどくせえな。合わさった。手札空き。どうする。マジか。つらいっすね、それは。誰がやる。補正切らない。いや、でも落ちそう。落ちるんだよな。一応、振り属性無効はついてる。いや、ダメか。はい。逃がしませんよ。これは悟空に変えた方が良かったね。ナイス。こういう時読まれちゃうからな、運で。
あざした。本来なら私一人でも十分なんですがね。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。まあこんな感じかな。はい、あーそういう感じ。ロゼ出てこへんねや。へえ、ちょっと意外やな。パンちゃん出てくると思ったんかな、こっちに。え、でもこれはね、助かる。うん。選出の段階では結構いい感じ。イヒヒヒヒヒ。オッケー。うますぎー。あざすー。ご苦労さん。はい、いやー悪くないっすね。火力がいいね。はい、とりあえずドラゴンボール集めていこう。はい、はい、まあ必殺技ないんでねこれは。ナイス。オッケー。悪くない。いやーせっせこせっせこ、ユニークゲージを貯めていきますよ。危ないな。危ねー。ラッキー、ラッキー。打っちゃっていいんじゃね。補正切れてないけど。ちょっとミスったな。勢いのまんまいっちゃった。いや死なないっすよね。いやこれはマジやらかしたわ。オッケー、はい、あー残念。マジか。残念。はい、これは打てないですね必殺アーツ。なんでバックダッシュ。なんでバックダッシュ。はい、オッケー、助かります。もうめんどくせえそればっかマジで。キモすぎ、マジキモい。ガチでキモい。死んだ方がええ。はい、パンチなるでしょう。オッケー、うめえ。うめえ。いやーバニシング知らないか。そら知らんわな、こんな立ち回りしとったら。知るわけねえよな。タックル回避か。オッケー、ナイス。はい、来ないか。いやこれ究極圧マジきついぞ。うわ持ってる。うわ死ぬ。マジっす、マジっすか。どないしようか。オッケー、打ちましょう。
とりあえずこれでドラゴンボール2枚破棄はできてはいるんですよね、一応。グッバイ。オッケー、入る。ああ、入る、いいね、うまい。はい特殊アースでいこっか。さあラスト、ホープソード。いやー、これね、龍拳のメインアビリティ使ったらマジで悔やまれるな。あばーす、やりすぎやろそれ。さよなら。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。上3体かな。はい、お願いします。邪念馬いますね。やっぱ邪念馬流行ってんな。お前らフェスティバル前やぞフェスティバル前だぞおめえら。邪念馬やめてくれ。ただね、まだ貫突の邪念馬とは当たったことないんすよね。どんだけ強いんやろね、マジで。さい、お願いします。打撃アーズばっかか。オッケー。ああ、中距離打撃してくるタイプね。了解了解です。まあそれはしっかりね、分かっとかないとね、マジで。はい、いやー、打撃圧しかないの辛くね、これ。打撃圧しかないやん。遠距離打撃もしてくる。 OK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  了解了解。全部使ってくるねこの人は。はい、それが分かれば十分。試合の終盤に分かんのが一番困るからな。うわ、ビースト強え強えぞビースト。メイン使っていく。オッケー。うわ、射撃かよー、マジ死ぬかな。うほっあぶねえあぶねえ。ナイス、怖っ。死にかけたやん。これは、あー、あぶねえ。しっかりできたわ。はい、ダメか。え、ラッキー、これはラッキー。いや、この人遠距離だけ消してくるからね、ちゃんと気ぃつけないと。マジ気ぃつけて。さすがに出てくるか。オッケー。いやー、それはビースト。ドン。いや、強いね。やってやられてって感じやな。なんでクイックアタックはクイックはどこ行っちゃったの。これでも暗いな。腹パンチだ。アディオース。強いね。ユニゲマックスよ。はい、どうする。なんでやろうちょっとわかんねえな、この人の立ち回り。わからなくていい。うん、わからなくていいです。はい、オッケー。これで勝ちじゃない。どうやっても多分勝ちだと思います。はい、グッバイ。君の運命の人は僕じゃない。うわー、巻きつくでーまあ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 、オッケー。あざした。
はい、皆さんお疲れ様でしたということで、いかがだったでしょうか。いや、ピックアップに入ってるからなのかわからんけど、必殺アーツの火力とか未だ現役っすね、やっぱり。うん、悪くなかったんじゃないかなって思います。で、プラス序盤はあの特殊カバチェン向こうでガンガン殴っていけるんでいいねこれはビースト好きな人は歓喜なんじゃないかなって思います。良ければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。